はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、ビールですね。オリオンビールの、シークアーサーのビアカクテルという、ものです。アサヒビール、とオリオンビール共同開発。発泡酒、アルコール度数 5.5%、果汁が 0.2%、沖縄醸造、数量限定、と書いてあります。これどこに売ってた？イオンに売ってたんだ。沖縄醸造か。まあ普通に新潟でも売ってたってことは。うん。なんかあれなんですかね。まあオリオンビールはまあ珍しいけどね。新潟でも売ってるからね。で原材料が麦芽とホップと大麦と米とコーンとスターチと糖類とシークワーサー果汁。と、大豆、食物繊維、と、香料、となっております。麦芽使用率 25% 未満。醸造元がオリオンビール株式会社で、販売元が、アサヒビール。そして、うん、そんな感じですね。はい。沖縄産シークワーサー果汁使用。まあ、でも 0.2% とかな。果汁 0.2% か。かなり少ない。まあ、ビールにシークワーサー果汁を入れたことによって発泡酒になってるんですね。分類がね。分類上。そうじゃ乾杯。ああ。俺、オリオンビールあんまり好きじゃないんだけど。薄いんだよね。オリオンビール一番搾りみたいな感じ、薄いんだよ。うん。うん。うん。シークワーサーの味が。ちょっと香りというか酸味はほのかにします。うん。あ、でもオリオンビールはまああれですかね、麦芽 100% ビールだからだったっけ？どうだったっけ？オリオンビール、オリオンドラフトが、これは麦芽 100% ビールだったっけ？書いてない。まあでも、あれか。一番搾りが美味しかった気はするんだけどね。お客様相談室は書いてねえな、成分表。サイトに書いてない。どうでしたかね。オリオンビール。まあ、もともとこれ、オリオンビールって朝日ビールの、沖縄県の朝日ビール。沖縄県に朝日ビールはないんだよ、確か。その代わりにオリオンビールがあって、一番、朝日のスーパードライに変わって、シェアナンバーワン。だったよね。うん、だからほとんどアサヒビールとオリオンビールって、あれ、同じじゃない確か。共同開発も何も多分、ほぼ同じメーカーじゃなかったか。ただ名前が違うだけのほとんどそんな感じだった気がするけど。
ちょっとわかんないですけど。あ、書いてあった。あ、あれなんですね。あれだわ。麦芽 100% ビールじゃねえわ。ホップと米とコーンとスターチ入ってるから、麦芽 100% ビールじゃない。朝日スーパードライと同じだ。だから製造方法も、まあ違うとは思うけど、朝日スーパードライもあれだからね。コーンとかスターチ入ってるからね、米とかね。まあ多分一番搾りよかは多分オリオンビール美味しかったはず。ただ暑い時に飲みたいなっていう感じだったね。まあオリオンビールね。オリオンビールは、ラインナップ。夏一番。これのね、オリオンビールの、あれなんだよね。これ、バグは 100% ビールじゃないけど、バグは 100% の、タイプのやつもあるんですよね。ここで言うと、夏一番。で、俺前飲んだ気がするけどな。つい最近飲んだ気がするけど。夏一番じゃなかった気がする。何だったかな。何だったか飲んだ気がする。夏一番だったっけ？忘れたけど、つい最近飲んだ気がする。まあ夏限定なんですけど。うん。オリオンビール。そして、この、シークワーサーのビアカクテル、これ。サイトに載ってない。載ってないんで。わからない。まあいいや。ウィキペディア見ます。オリオンビール株式会社とは日本の大手ビールメーカー。沖縄県に本拠を置く。ビールのブランドであるオリオンドラフトを指して、オリオンビールと称することもある。シェアでは、日本国内第5位。アサヒ、キリン、サントリー、札幌に次ぐもう一つのメーカーってことか。あ、じゃあ一応朝日とは別会社なんですね。うん。日本の大手5社。先ほど言った、全部大手5社だから。すべてのビール会社。日本のビール大手。の中ではシェア 0.9% と圧倒的最下位であるが、沖縄県では最大のシェアを誇り、本土復帰直前の最盛期には県内市場の9割ないし8割以上を抑え、現在でも5割を超すシェアを持つとされ、いわば県民ビールとして定着し、沖縄県内シェアはオリオンビールによれば、55%から56%。過去2003年度実績。らしいですね。うん。2005年度の売上構成はビール発泡酒が 99%。清涼飲料数が 1% となっている。ほとんどビールだ。沖縄本島の、北部の名護市に唯一生産工場を持ち、そのため、名護ヌミジグア、イコール名護の水と呼ばれている。沖縄県では大手の企業であるため、文化事業などの、協賛に寄与している。沖縄県のイベントほとんど協賛しており、オリオンなくしてイベントは成り立たないとされている。
はあ。また、これらのイベントがアーティストの発掘や育成につながっており、文化創造に大きな役割を果たしている。最大のイベントはオリオンビアフェストである。ああ、ビアフェストね。いいっすね。ビアフェスト。ということです。うん。まあでも、うん、あ、俺の、飲んだのが一番桜か。一番桜だ、最近飲んだの、爆破 100% のやつ。一番桜の夏バージョンが夏一番なんですね。へえ。これ違いあんのか？一番桜と夏一番でなんか違うんですかね。2014年より一番桜同様、アサヒビールがアサヒオリオン夏一番として数量限定で販売を開始する。だからオリオンビールとアサヒビールは仲がいいんですかね。うん。一番桜と夏一番は違うのか？もしかして。一番桜と夏一番は原料が違うのか？爆破 100% って書いてある。一番桜。一番桜。夏一番。ああ、夏一番が米が入ってんのか。米が入ってるっぽいっす。あれ違うな。あれ何が違うんだ。一番桜と夏一番ってこれ多分。名前が違うだけで、ね、多分一緒なんじゃないのか。もしかして。カロリーとかで比較すれば多分一致するんだったら、一致するで、あれなんですけどね。ちょっと書いてねえな。まあいいか。で、目が痛い。あ、アルコール度数が若干違うっぽいな。もしかして。アルコール度数が ?5%。あ、違うわ。あ、やっぱ若干違うんだ。あー、若干違いますね。アルコール度数一番桜っていう春限定のやつが、原材料はほぼ一緒っていうか一緒なんですけど、爆破 100% の爆破とホップのみとなってますが、アルコール度数が 5% ですね。アルコール度数 5% で、夏一番っていう夏の限定のやつが、アルコール度数 5.5% となっており、カロリーが49キロカロリー、48キロカロリーだから高くなってる。5.5% だから若干高いんだ。カロリーがちょっと高めに設定されてるというより、アルコール度数の分だけ高くなってるというとこでしょうか。ああ、そういう違いなんだ。カロリーが8キロカロリー多いんだね。100ミリリットルあたりね。あ、なるほど。オッケーオッケー。謎がすべて解けた。
謎はすべて解けた。チラーン。そういえば昨日ですね、なんだ、なんだっけ、泣けるアニメのね、あの花ですけど、劇場版を見ました。ググったらですね、動画であったんで、見たんですけど、あれはね、非常に良かったです。どうやら、アニメ版の1年後の世界、みたいですね、劇場版はね。ちょっと違うんだよ。結構、そっから、その1年後の世界から、その、こう、過去を振り返る的な感じで、物語が進行するんで、結構見てない人、っていうか、アニメ見た人じゃないと多分理解できないと思いますけど、アニメ見た人向けの、ものっていう感じですね。うん、あれもね、なかなか良くて、号泣してしまいましたけど。うん、まあ、短いながらも100分ぐらいの短い時間でしたけど、まあいい感じにね、うん、良かったと思います。なんか普通じゃねこれ。2、3、4、3です。ご視聴ありがとうございました。